厳選しただけ。はい、効果がない。はい、地面タイプ、飛行タイプの技、飛行タイプ効かない。とりあえずね。なんか強い技覚えないんだよな、あんま。あ、意外と意外と。大丈夫、ヒゲをしました、ヒゲ。うん。ヒゲをしましたね。うん。尻尾系全然わからん。テストがあってリリーベ行けませんでした。ヤッホー。メタもワイルドエリアじゃないかな。うん。なんかワイルドエリアにいるって聞こえたね。銀。銀とか俺も世代だよ。お腹来た。もう全然わからん。こいつ多分御三家だよね。まあ、でもこいつも多分一発で死ぬな。一発は嘘かも。一発は嘘かもしれないけど。うん。うん。効果抜群だ。昨日青かったのってちょっとひどいな。ひどいな。ポケモンやりたい。おら!ワイルドエリアにいるんだよ。多分。え、でも多分ね、まだ殿堂入りしないとダメだと思う。うん。めっちゃ攻撃上がるやん。お前。え、待って、誰が上がった?パーフェクトワールドやってほしいです。おいー!来た。やっとや。やっと上がったわ。ええー、かっこいい。進化しました。いっぱいに卵欲しい。いや、これね、残念ながらロスなんですよ。まあ、あげるけど、別に。うん。30なんで進化したんやろ ?34 ぐらい。火炎ボール、なんかかっこいい。え、かわいいじゃん。キングカズマ。うん。キングカズマっぽくない?忘れさせる。どうしよう。もう火の粉とかいらないな。正直。え、なんか強い。ていうか、待って。強くない?あ、いいね。なんか、いきなりこんな強い技覚えるんだ。120とか普通に強いし。キングカズマミあるよね。そう、だからこれにしたんですよ。歴代ポケモンでもね、やっぱね、ハッサム好きって言ってたけど、やっぱエイフィーかな。俺なんだかんだね、忘れてたけど、エイフィーずっといるの。パーティーに。エイフィー可愛い。でも、今作はエレズンっていうね。こいつはいいんだよ。お前は男なのになんかホップって名前だから、なんかあの海外のなんかリバーデールのなんかあのトレーラーのハンバーガー屋さんやってる店長みたいな名前しやがって、お前ホップって、ホップの店のホップやん、ホップやん。器用なんです。なんだこのちょっと雰囲気に合ってない。なんだこいつ。いやいや、怖っ。なんかあれみたい。ゼルダの伝説のさ、ムチュラの仮面の、仮面売りみたい。うん。え、そうなの?よし。ジム行くか。やばい。ちょっとさっきまで半分寝てた。私このばあちゃんとジム戦いました。ちょっと待って、ジムリーダーな、こいつ。なんかまあ確かに貫禄はあるけどね。いや、回復してくれよ。あのおばあちゃん。回復してよ。回復ぐらいせめてしてくれたってよくないですか?ねえ。
ないないね、こいつやばいな。こいつさっきから、こいつだよね、多分。なになになに、ヘイヘイ、え、怖っ。いや、なんもないんかい。なんか、くれるとかじゃないんだ、こんなアピールしてんのに喋って。質問タイムされるよ。あ、ジム行きますよ、ジム。うん、ちょっと回復しないと。いや、もうカーパーティー全部ソウルです。うん、やばい。え、ポケモン無限にやってれる。うん、ワンピースのサボ、ポケモンはピカチュウしかわかんないです。やばいね、それ。さ、ジム行くぞ。俺めっちゃ器用なことやってるんだ、ていうか今不器用なのに。やっぱ全然まっすぐ走れない。ガラルポニータでしょ、知ってます。エスパータイプなんだよね。あ、ポニータって結構いろんな氷タイプとかあったけど、エスパータイプってなんかすごい珍しい。俺最初見た時ピンクいからフェアリーかと思ったんですよ。フェアリーじゃないんかいみたいな、エスパーなんかいみたいな。テスト弁してらっしゃい。うん、ポニータ欲しい。ソード出ないからな、ガラルポニータ。でもなんか俺そこまで可愛いポケモンが好きなわけじゃないからな。どちらかといえばかっこいいポケモンが好きだから。うん、まあ、欲しいけど、普通に欲しいけどね。ジムリーダーと戦い、あー、そうそう、やっぱり戦う。うわ、これめんどくさ。なんかこういうなんかギミックいらないな。俺普通に戦うだけでいいんだけど。なんかこれどっちかにしてほしいよな。ほら、なんかもうこれ避ける系。俺片手が塞がれてるから。いや、ほら、できないよこれ。片手塞がれてるからできないよ。私もそうだね。私可愛いポケモン進化した人さ、めでた。安田さん夢中になってスマホの充電。え、マジ？ちょっとじゃあ一回やめようかな。ちょっとみんなにこの EV がエフィになったって近況報告したかった。またちょっと会いましょう。皆さんごめんね、今日ちょっとなんかラフにやっちゃって。ありがとうございます、すいません。ちょっとこのジムクリアするわ、ガチで。そうだし、出るポケモンが違いますね。で、あとジムリーダー。うん、またね。オッケー、またなー。